日は土曜日、休みの日とか多いかな。私は今日はレッスンに行ってきた。うん、レグルスさん、音符、スプマーテさん、かわいい、おまちゃん、音符、ありがとう。レッスン、今日はね、そう、初めての曲だった。え、岐阜県民、嬉しい、こんにちは。ファンタさん、音符、ヨシミさん、音符、イケピスさん、音符、ありがとう。こんばんは。今日は肉の日だから、お肉を食べました。お肉食べたの。そう、よしみさん、あんぷ、やましんさん、かわいい、かわいいね、嬉しい、今日もかわいい、すっぴんだよありがとう、ティネさん、あんぷ、あんぱさん、あんぷ、ティネさん、あんぷ、ありがとう、ゆうけんみんのオムランズさん、おいいですねじゃあ私もだ、今、岐阜県民じゃないけど、岐阜出身のオムランズさん推しですやましんさん、あんぷ、ありがとう、いちご、いないよ。メール番号が一桁増えてた。え、本当に？何があった？え、またミスった？本当に？ちょっとまとめとこう。よくミスる私。でもなんか番号は何かとさ、なんかつけておきたいなって思う人だから一応つけてる、ずっと。よくミスるけど。なんか一応かよ。本当？こんばん、こんばん。番号すごかった。え、なんでだろう。あれかも。ネット環境が悪いところで打ったから、もしかしたらバグでダダダダってなってたんかも。え、大丈夫そうちょっと気になる、見よう。エイターさん、音符、ありがとう。すっぴんです、そう、レッスンだったから。こんばんは、こんばんは、緑ソファーじゃないよ。カッピーさん、ハート。テコトラさん、音符、ありがとう。7288、おー、7000つる、やばいそれはやばすぎるわ。シマさん、お花。アナピーさん、音符。トマトさん、音符、ありがとう。こんばんは、こんばんは。いちご、いないよ。7000、やばいそんな送ってません。ラベンダーさん、音符。マッチンキューさん、音符、ありがとう。レイクライさん、ハト。ナスちゃん、猫。はぁ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 なんか5匹の猫ちゃんだよね。このギフト去年もあったよね。めっちゃ可愛い、ありがとう。ブレイクラインさん、ハート、ありがとう。仕事とかじゃないよ雨降らないから。ブレイクラインさん、ハート、ありがとう。10年先まで卒業しないと石川氏うん、充電がいつかね。7288通目送った時に7208通目を見せてねみたいな話しとるかもしれんそう、それまでメール取ってね。そう、え、そう、今日は、そう、カスミはレッスンいなかったけど、そう、行きたくなったって、もう来てや、それは。来てほしかったよ。こんばんは、こんばんは。ね、10年後ぐらいだよね。それまでいるかな、どうかな。緑じゃないか、いりなし、やばい。マウさん、サックス、ハラカスさん、結婚して、リュウちゃん、ハート、ヒューブツさん、音符、ありがとう。そう、僕隊。決まりました。20日のメンバーまだ出てないから、その日は出るかわかんないけど、とりあえず25は出ます。今研究生で、そう、研究生の名前順が書いてある。いちゃん、みーぽん、ひーたんと 2.5 期生さんから、岡田あずみさんと岡村りおさんが来てくださいます。8人で公演です。うまちゃん、ハート、ブレイクライさん、星、ありがとう。ぜひ待ってます。もうね、申し込んでくれたよってツイートを見てね、すごい嬉しかったの。待ってますそう、ヤスさん、アンプ、ありがとう。まちゃん、ハート、ありがとう、ツイート見たよ。のぴーさん、アンプ。カラムーンさん、なんだっけ、サックス。ももさん、アンプ、ありがとう。春のパンマチさん、アンプ、ありがとう。別れた時の通称見てニヤニヤしてる。え、嬉しいこのね、アルバム期間中もう通称ないけど、また次ある時も撮れたらな。多分雨なのは俺のせい。そうなの？梅雨じゃないの？岐阜テーマイベント、え、そう、岐阜のイベントね。岐阜とか愛知とかのイベント、いつか出てみたいの。私がプロフィールに、 ST の公式のプロフィールにも、そう、岐阜の仕事したいって書いてるそうなんよ。いつかね、出れたらいいなって思う。そう夏のパン祭りさん、ハート。山新さん、サックス。夏のパン祭りさん、星。玉さん、ハート。ヤスさん、ハート、ありがとう。奥沢で、え、そう、また一緒に出れるの。
リエチは多分7月20の僕隊かな。多分確実にリエチ出ると思う。一瞬出るか分かんないけど、そう出れたらいいなって思う。そう、リオツンさんとあずみさんが出てくださる。え、そう、前回の僕とリオツンさん一緒じゃなかったか。初めてのか。だから初めて一緒に出れる。嬉しい。25申し込みした。え、言いたいよ。ありがとう、タマさん。ハート、ありがとう。そうなの、先輩方とできるのね。そう、ちょっと久しぶりだから楽しみ。嬉しいですね。残ってる研究生とね、こうやってきっと多分3期生とか 2.5 期生さんから助けていただくこともあると思うけど、頑張ります。生まれて6568、そんな経ってんの。お、25申し込んだ。嬉しいね。当たりますように。ありがとう。声申し込んでくれた。嬉しい、ありがとう。ナスちゃん、クマ、なにこれは、占いのクマさん、ありがとう。占いいいね。楽しみだな、公演。今日一号いないよ。え、あ、そう、浴衣見てくださった。そう、今日の18時から、そう、公式のオンラインショップの方でね、浴衣のグッズが販売されて、今回は受注だから、そう、頼めば確実に手に入る。売り切れとかなくて、受注だからで決まってる。そう、グッズの浴衣はね、私が着てて、その後に他の方が、あれ着てると思ったマイキューさんです。マイキューさんと同じ浴衣を着ました。なんて言うんだろう、あの色、赤っぽいようなオレンジっぽいような色の浴衣を私は着ました。ぜひね、グッズ受け取ってくれたら嬉しいな。お手紙書いたけど、え、 OK、 事務所に取りに行きます。アイスレモンさん、ハートありがとう。アップ、かわいい前髪。かっこいい。 M さん、結婚して、GG も、もじろうさん、オンプ、ありがとう。25申し込んだ。お、嬉しい。待ってます。そう、20はリーチが最後だから、一緒に出たいな。コナンさん、ハート。トムさん、オンプ、ありがとう。ねえ、そう、どんどんいなくなって寂しいよ。コムさん、オンプ。サックス、ありがとう。はじめまして、こんにちは。あれはピンクか、ピンクというかオレンジか、なんか難しい色だよね、あの色。表しにくいけど、可愛い方を着ました。のりえさん、ハートありがとう。ウエチンさん、音符ありがとう。公演、え、待ってるよ。25とりあえず申し込みました。お、嬉しい。20ももし出るなら来てくれるかな。課題はこの後します。え、でも昨日の夜ちゃんとした。そう、ちゃんとしました。頑張った。今日の夜も頑張るから応援して。やばいんよ、課題が。そう、奥田さん、楽しい楽しい。お、本当に楽しいで来てくれる、待ってるよ。タマさん、オンプ、ありがとう。ドグラさん、オンプ。あの P さん、結婚して、うーん。ありがとう。なんか難しいよね、あの浴衣の色、表しにくい。そう、マイキューさんと同じ浴衣だったの、すごいよね。ドグラスさん、音符ありがとう。ケビスさん、音符ありがとう。課題頑張れ、嬉しい。え、そう、私とカスミは同じ学年、ここそこ可愛いしてる、嬉しい。ケビスさん、ファイト、ありがとう。課題何パーセントくらい、30-40%。でも昨日私が苦手な英語を半分以上終わらせたから、後半はちょっと楽になる。でも歴史とかがあるから、それはちょっと悲しい。でも頑張ります。え、ね、公演、4月20の公演も、昼が研究生というか僕隊で、夜が先輩方の花なりかな。それもね、発表早くしてほしいね。そう、結構残ってるんや。そう、通信だよ。そう同じ学年の年齢。え、今カスミンが誕生日が4月で、はい、同じ年齢になる。いちごに手伝せないとやばい。課題頑張って、嬉しい。頑張ります。そう、課題あとね1年だから頑張るしかない、もう本当に。今月を一応やってくれる、やばいから。仕事タイミングあるけど、土日しか行けん。あ、ほうなのね。20なら来れるんかな、どうなんやろ。課題頑張る、もう本当にやばい。頑張ります。やばい。そう、楽
七夕誕生日までももうあとちょっとになっちゃった。今日を抜くと、まあ、今月はあと1日でしょ。で来月7日だから8日しかないのか。8日でもう誕生日、やばい早いね。私はもうずっと言ってるんだけど、18歳になる前に7月6日までにあのセブンティーンを歌えるようになりたい。セブンティーンもうちょいで終わっちゃうからそう、チョさんのソロコンで歌ってたよね、あれを歌えるようになりたいって目標がある20もいけるように調整してる。そうなの、待ってますアトリさん、アンプありがとう。おめでとうポスト何を書けば、なんでもいいよ、褒めてえ、そう、七夕の飾り付け今日探したんよ。ドンキに行ってみたんだけど、ドンキなかった。なんか季節の商品みたいなとこ見に行ったんだけど、なんかあれだった、花火とか浮き輪とかはあったけど、なんかそういう七夕っていうものはなかった。夏のものばっかだった。7日お話、そう、誕生日当日みんなのおかげで完売したから本当に嬉しいそう、忘れずに来てね。キヨ兄さんファイト、ありがとう。ダイソーあるよね、こないだ言ったけど結局買ってないから明日行こうかな。そう、そう、18、結婚できるし、自動車を運転できるし、そういろいろできることが増える。100均いろいろあるよね。去年100均とかでそう揃えた。あとアマゾンとか見てみようかな。そうだね、たまさんアンプありがとう。そう、完売嬉しい。まだまだピチピチ嬉しいそろそろ結婚しよう、やばい、あなた楽しい本当にそう、免許取れるようになっちゃう、やば。17より18の方が可愛くなるかな。18歳はどんな1年になるかな、楽しみ。求婚行列できちゃうかな、七夕お話し会来て第一声が結婚してくださいだった、どうしようそう、結婚してて友達言われてます。そうなの、それは確かに焦るね、18歳では確かに握手会がもう復活してるといいよね。そう、飛躍ね、できるといいね、楽しいだよ。そう、結婚してはおはようみたいな、もうやばいじゃあ私がさ、朝おはようポストしてる感覚でみんなは結婚してって言うってことでおもろい。初心者お仕事、いろいろあるよ。それこそさっき話してた岐阜、地元の岐阜とかね、愛知の方のお仕事もしたいと思うし、そうだね、公演とかはもっと出たいし、あとはめっちゃなんかこれっていう、なんかなんて言うんだろう、抽象的なことになるけど、献血のお仕事をしてみたいなって私は思います。18歳もね、そういい一年にできるといいな。300均スリーコインズみたいなとこ行ってみようかな。そう、年齢でね、今まで結婚しては17歳でまだできないからで断れたのに、もうそれが使えなくなっちゃう割と牛乳あり、信じてないよ。そう、 X たまに見るよ。そうなの、リアルもね。そう、あとリアルは広島と大阪とあるかな、待ってます、両方ね。広島は11時に8月の浴衣を着て、この間の生写真の子なのかな、それか他のやつなのか、他な気もするけど、そう、浴衣を着て、で大阪はクリスマスサンタさんになるのかな。そう、楽しみオンラインプロポーズするしか、変な体勢でこんばんは。そう、献血のポスターとかいいよね。ナブロービーさんハートありがとう。何を見て、 X とかショルムとか誕生日カード2通、嬉しい。また事務所取りに行きます、ありがとう。なしちゃん、お花たくさんありがとう。花嬉しいね。なんかね、この間僕隊、カスミンが最後の僕隊だった、あの僕隊の時に、あの後にカスミンが花束をファンの方からかな、そう、いただいてて、めっちゃ綺麗で、わ、お花いいなって思ったのお花好きなんよね。うちの母さんも花好きで、
私の家は常にお花が飾ってあったんだけど、そう嬉しいですね。あ、LVSTHEMOON さん、音符ありがとう。お互い深い、そうですよ。ケニアとしか聞こえたくないです。いちごはそう、18になるよ。そう、広島の浴衣のその縁日のレーンはね、そう、私からのプレゼントがそうあるかもしれない。え、確かに11、12で浴衣違うか、私も気になってる。またマネージャーさんから連絡が来ると思う。そう、誕生日トイレパスを確認しておいてね。了解。そうそうだよ、浴衣姿見られるの実質ただやばい去年もね、去年は大阪インテックスでね、浴衣着たよね。その時も来てくれてたよね浴衣とサンタ待ってる。今回のねリアルは私服一回もないよね。全部3回とも、まあ広島2日間あるから4日とも全部衣装が用意されてる。私服だからそう、見せたくてもね見せられない。オンラインでね着ようかな。そう、誕生日のお洋服はもう決まってるから楽しみにしてて。ゆかとサンタ待ってるよ。あ、裁判ね、あのみんなに安心してほしくってね、あの430日を越したからチケットが1枚もらえて、毎日配信 の継続チケット今3枚になりました。嬉しいですかね。体調不良とかどうしてもできないって時のためにできる限り残しておこうと思う。3枚になった、嬉しいずっと2枚でギリギリだったから、そうちょっと3枚になって心の余裕ができましたカズトーショーさん、ハートありがとう。みんな魅力的。え、本当にそれはそうそうだよね。こんばんは、こんばんは。3年目の浮気がやめ、見てよ。えそう、 X ごフォローできないってます。え、たまにそうごフォローしちゃうよね。スライドショットしたらタップしちゃって、あほーみたいな、よくあります。そう、え、サンタさんね、去年は福岡だったね、楽しかった。そう、九州の方あんまり行ったことないから嬉しかったお花からの手紙、待ってるねじっと見せてる写真、嬉しい。ひまわりさん、ハートありがとう。こんばんは、こんばんは。そう、私の笑顔が花、花束、嬉しい山梨さん、バラありがとう。広島カラオケ企画もあるけど、ユニアも歌うかな。え、そうだよね、なんかなんていうけ、なんか、え、いい名前を忘れちゃったけど、昔 AKB さんとかがされてたやつだよね。同期となんか歌いたいなお手紙、待ってる。今送れば多分誕生日に間に合うから待ってるよ。そうね、浴衣もどんなのが用意されてるか楽しみ。岐阜県に近いマンション住みたいです。あの辺は高いですよ、岐阜県の辺のマンションは福さん、いいね、ありがとう。お手紙、私準備はできてるけどかけてない。そうなの、まあ時間があるときに待ってますありがとう。お洋服はね、なんだろう、どうなんだろう、もう綺麗なお姉さんって感じそう、確かにスペイン目を当たれば私服が見える。ボーリングね、ボーリングだからさ、なんか服装もちょっと迷うよね。でも可愛い感じを着ようと思います。そう、増えて嬉しい。毎日配信、そう、なんとかね、いろいろありつつも続いてるから、私はもうプロフィール、ショールームのプロフィールに書いてるし、ショールームを入ってから初めてした日にもう宣言したけど、卒業まで毎日するって約束してるから毎日見てねカックンワイプさん、誰もありがとう。そう、余裕があるとねいいよね。え、そうだよね、昨日アリちゃんさん2500日の配信してたよね。すごすぎるよね、2500、やばいよね、すごい。しかもアリちゃんさんって入った時まだ若いから、ミューポンみたいにさ、だいぶ20時とか時間制限あったのに、それでもさ中学校高校と続けてね、今も続けられてるってほんとすごいよね。さすがです、私も見習いたい。え、浴衣着て広島、いいじゃん、いいじゃん、いいね。この間の福岡の時かな、サンタだけど、あの時にサンタさんになって来てくださった方とかいたよいつかね、名古屋でもお話し会があったらいいよね。
会ってほしい。でもなんか STI 今まで名古屋で話し会になるしいからちょっとね期待しておこう。たかしさん音符ありがとう。こんばんは、こんばんは。そう寝返してそうなん。岐阜駅の辺すごい今栄え出してるよね。大垣あこの間行ったよ。え、そうなの。アリちゃんさんとかが始めた時代はね、まだコロナ前だからね、チケットなかったのに2500日ってさすがすぎる。すごいよね、車から配信。ああなるほどね、ミッポンとかもしてるね。タマさんサックスありがとう。でも毎日配信はね、そうまあ自主的にすることだけど、やっぱ私の中では続けたいって思いが強いから頑張ります。ピアノはどうされた？ピアノはあるよ、あるけど最近は弾いてないな。え、でもこの間大垣にそれこそ行った時にストリートピアノ弾いた。ピアノ弾くとやっぱやりたいってなる。あとこの間ボイトレの時になんかピアノをね音取るために用意されるんだけど、それをそのボイトレの先生車弾いてたら途中でボイトレの先生来て上手じゃないって言われて嬉しかった。ちょっとまたピアノ始めようかな。なんかそれこそ愛の重さとかさね弾けたらかっこいいよね。ちょっと検討しましょう。嬉しい。ピアノちょっとやろうかな。そうギフタメやとか、ギフタメ好きだよ。もしかして好き？七並べ、それこそ明日日曜日だからできるや。七並べそうだね、メールで送ろうかな。時間待ってて。そうあと浴衣のオフショットも送ります。200年やばい。そう大垣駅ピアノ行ってるよね。そうそう気が向いたら確かにピアノ配信またしなきゃ。ヒート動画なら TikTok 確かにね載せたい。愛のもさね弾けたらかっこいいよね。ストビア動画特に撮ってないかも。ちょっとパパッと弾いただけ。オーマランズさんと倉本花さん欲しい。一緒じゃん、すごいイエーイ。どういうノリって感じだけど一緒だ、嬉しい。いいね。私もオムランズさんと、あと SK のジュニキさんまだ個人のアカウントないから、全員のアカウントフォローしてるよ。そうメール毎日信じてる。誕生日に向けてさ、誕生日当日に777通目を送りたいから、今ちょっと今日は頑張っていろいろ送った。明日もいろいろ送る。七並べも七並べぼっとこ七並べありがとう。カイトさん音符ありがとう。今日の写真良きだから嬉しい。どの写真。シャリを覗いてます。シャリをたまに行くよ。かくれんぼ中さんなんだっけこれ、手紙ありがとう。そうイエーイ。もしかしてこのお二人はお知り合いなのかもしれない。イエーイ。水まんじゅうはね私買おうと思ったの、そしたら売り切れた。悲しい。水まんじゅう次は食べたい。そうそう、そこを刻んでる。そうなのよ。そう水まんじゅうね美味しいよね。大垣の有名だよね。私でも大垣行くといつもコロナワールドっていうあの温泉とか岩盤浴の施設ある、あそこによく行きます、お母さんと。岐阜住みやすいよ、いいよ。7月、確かにあさってからそう月始めだからメール取るには絶好のチャンス、ぜひ取ってね。来月は私の誕生日もあるし、そうぜひ取ってね。725の写真OK、 ちょっと後で確認したい、復習しとこう、後で見よう。そう777に向けて、そう777通送るには1日あたり5、6通ぐらい送っとかないといけないからちょっと頑張ります。松屋で牛カツ、いいね。高野さん結婚して今日もありがとう。726好きよ、了解、スクショありがとう。そうこのままだとめっちゃ地元、そうなの、私よく行くよ。岩盤浴はよくあそこに行ってました。水まんじゅうはなんか透明な感じので中にあんこかな入ってるの。ぬりえさんハートありがとう。マクさんかわいい、ありがとう。岐阜のスター嬉しい。
いつか本当にね、岐阜のお仕事ができたらいいな。そう、岐阜市内、岐阜市内はだいぶ栄えてる気がする。駅の駅の辺とか特にね、すごい栄えてる。名古屋までも岐阜駅から名古屋駅なら 2,30 分で出れるし、近いです。そう、7777、そう、確かにメールもね作っとかないとね。いらっしゃい、もつないかと思ったけど時間過ぎた。あ、そうなのね。また行ける時にぜひ行ってあ、スタバで飲んだの、いいねいいねいいね。嬉しかったな、あのスタバの出来事。確かに食べたもののメールなら確かにいろいろ送れる。私の食事をぜひ、あの胃袋を同じ界隈してくださいじっと見られてるのが好きあの写真あれだよ、フィルムカメラで撮ってもらったやつ。嬉しい牛の観光大使、それこそ本当に夢かもしれない。そうなの、すごい言われた。あなたは違う意味でしょそう、大幅に、そうなの、今日ミスっちゃった。あ、じゃあもう時間なので壇上読んで終わります。345、了解、見ときます。じゃあ壇上読んで今日は終わります。17から17位ももさん、16位トマトさん、15位よしみさん、14位ラベンダーバージョン KA さん、13位夏のパン祭りシーズン2、あと西岐阜駅前もよろしく、わかるよ西岐阜も12位ワンタさん、11位うまちゃん、あとヤミーズ&おつまみんひひひひひひさん、そしてトップ10、10位ドグラスさん、9位レグルスさん、8位ディネアと、今日誕生日、お、ディネさんおめでとう。じゃあ誕生日メールも届いたかな、嬉しい、来てくれて配信誕生日おめでとう、いい年しようねそして7位オノピーターパンさん、難しい、オノピーターパンさん、6位イケピさん、そしてトップ5、5位タカシアウトおつまみさん、4位ヤマシンさん、そしてトップ3、3位タマとつまみさん、2位スプマテさん、そして今日の第1位は、どこ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 どん、今日のランキング1位はナスちゃん、ありがとう。今日も猫ちゃんの嬉しかったです、ありがとうって感じで、今日はそろそろ入りきれちゃう、ありがとう、今日も可愛い、嬉しいまた明日はね、もう6月最後の日、久しぶりにちょっとお歌を歌いたいなって思います。カラオケからではなくお家からだけど、なんか歌歌えたらなって思う。そう、久しぶりにねぜひ来てね。じゃあ明日日曜日か、7月って会えないね、月曜日スタートなのか。そう、七並び、あ、そうだ、ありがとう教えてくれて。明日はお歌を歌うのと七並べもねしたいね。そう、あとメールをいっぱい送ります。今日はありがとう。あ、そっか、今年もこれで半分終わるのか、またね、よろしくです。1日は丸亀、そうで、29日はお肉ね、今日言ったけど私は始まったら課題を頑張りますみんな6月最後、明日楽しんでね、ありがとう、バイバイ。あと明日はあれです、あのカスミンの最終活動日なので、そう、カスミンきっと配信すると思うから、何か言いたいことがあったらみんな言うんだよ、伝えといてね。じゃあありがとう、バイバーイ、バイバーイ。